ミランダ・ランバート1983年11月10日台はアメリカ合衆国のカントリー歌手。タレントオーディション番組ナッシュビルスターの2003年のシーズンに出場して最終審査に残り第3位となり、これを機にエピックレコードと契約。2004年シングルメアンド・チャーリー・トーキングでデビュー。2005年デビューアルバムケロシンはプラチナディスクに認定され、 ブリングメダウン、ケロシン、ニューストリングスがシングルカットされた。これら4枚すべてのシングルはビルボードのカントリーチャートで40位以内にランクインした。エピックのナッシュビル部門閉鎖に伴い、コロンビアレコードナッシュビルに移籍し2007年初頭、第2弾アルバムクレイジー X ガールフレンドを発売。タイトル曲のシングルは40位以内に入ることができなかったが、次の3枚のシングル。 フェイマスイン、エースモールタウン、ガンパオダーリード、モア・ライク・ハーは、すべて20位以内にランクインし、中でも、ガンパオダーリードは2008年7月、カントリーチャートで初めてトップ10入りした。2009年9月、第3弾、アルバム、レボリューションが発売。このアルバムから4 0連続首位の、ザ・ハウス・ザット・ビルト・メと、ハート・ライク・マインの2枚の首位獲得シングルを含め、 5曲がシングルカットされた。また、グラミー賞、悪魔アワード、CMA アワードを獲得。2011年、カントリー歌手、ブレイク・シェルトンと結婚。シングル曲、バッケージ・クレーム、オーバー・ユーを含む、第4弾、アルバム、ホーザ・レコードを発売。さらに、アシュリー・モンロー、アンジェリーナ・プレスリーと共にピストル・アニーズを結成している。 1983年11月10日、テキサス州、ロングビュー生まれ、テキサス州、リンデール育ち。父リーチャードリー・ランバートは、警察官を退職後、彼女の母、ビバリー・ジューン・ランバートとパートナーを組み私立探偵となった。幼少の頃から、父から銃の使い方を習い、後に鹿狩りに熱心になった。9歳の頃、両親に連れられガースブルックスのコンサートに行き、 カントリーミュージックに興味を持つようになった。父はカントリーの曲を作曲したり演奏したりすることから彼の指導によりすぐにタレントショーで歌い始め地元のレストランで歌うようになった。16歳の頃リアン・ライムスも出演していたテキサス州アーリントンのジョニーハイカントリーミュージックレビューに出演するようになった。割と早い段階でナッシュビルでの収録を行ったが ポップミュージックをやりたくなかったために辞めてしまった。テキサスに戻り、父にギターを習い、自分で作曲できるようになった。高校生の頃所属していたバンド、ザ・テキサスプライドバンドで、エルビス・プレスリー、ウィリー・ネルソンも出演したことがありブルックス・アンド・ダンが音楽活動を始めたテキサス州、ロングビューのレオパーム・アイル・ボールルームで、プロとしてデビュー。多くの人が彼女を、 数々の賞を受賞したカントリー歌手だということを認知しているが、彼女の曲や歌詞を知っている人は少ないとされる。エンターテインメントウィークリーの記者メリッサ・メイズは、彼女は幼少期に様々な音楽の影響を受けていると語った。15歳の頃、両親はある虐待された母親とその娘を家に迎えた。彼女は黒い瞳で泣いていた。 この出来事は彼女の視野を広げることになった。私はドメスティックバイオレンスについてただ聞いたことがあったけれど、それを現実に感じることとなった。明らかに2008年のガンパオダー・アンドレアに影響がある。と語った。彼女は現在住所時の許可を得ており、天使の羽で飾られた連発拳銃のタトゥーが前腕に彫られており、自分で自分を守るためとしている。 2003年、タレントオーディション番組、ナッシュビルスターに出演し、最終的に第3位となった。18歳の頃、テキサス州、カレッジステーションのザタップなど様々な場所で演奏するようになる。2003年9月15日、エピックレコードと契約。2004年夏、デビューアルバムに先駆けて、デビューシングル、メアンドチャーリー・トーキングが発売。デビューアルバム、 ケロシン全12曲中11曲は彼女も作曲に携わっている。このアルバムはビルボードのカントリーアルバムチャートで初登場で首位を獲得し、2008年7月までに93万枚以上を売り上げ、最終的に100万枚以上に達しプラチナ認定された。このアルバムからシングルカットされた4枚はビルボードのカントリーチャートの40位以内にランクインし、 うちタイトル曲は20位以内に入った。2006年初頭、キース・アーバンとジョージ・ストレートのコンサートツアーに参加。2007年には、DX ・ベントリーとトビー・キースのツアーに参加した。2007年5月9日、第2弾アルバム、クレイジー・エックス・ガール・フレンドが発売。11曲中8曲を作曲し、うち4曲がシングルカットされた。 地元の拳銃クラスを受けていた時に書いた、このアルバムからの3枚目のシングル、ガンパオダーリードは、彼女の最高順位にランクイン。2005年、ラスベガスで行われた第40回悪夢アワードで、カバーガールフレッシュフェイスオブカントリーミュージックアワードを受賞。2005年と2007年には、CMA アワードのホライゾン賞にノミネートされた。またシングル、ケロシンで、 グラミー賞の最優秀女性カントリーボーカル賞にノミネートされ、2007年、ア夢ムアワードの最優秀新人女性ボーカリスト賞、2008年、クレイジー X ガールフレンドでア夢ムアワードの年間アルバム賞を受賞。2008年、カントリーユニバースによるカントリー界の100グレーテストイメンで90位となった。2006年、カントリー歌手のブレイクシェルトンと付き合い始める。 2008年、シェルトンのマイケル・ブーブレのカバー曲、ホームでコーラスとして参加している。2008年後期発売のシェルトンのアルバム、スターティン・ファイヤーズのベア・スキン・ラックで共作及びデュエットをしている。ランバートのアルバム、レボリューションでは3曲共作し、メインテイン・ザ・ペインではコーラスで参加している。2010年5月9日、シェルトンは、 ランバートの父親の許可を得てから彼女にプロポーズし、婚約となった。2011年5月14日、テキサス州ボーンのドン・ストレンジ牧場で、結婚式を挙げた。母が着た、ウェディングドレスを着て、リーバー・マッキンタイヤ、ケリー・クラークソン、シーロー・グリーン、マルティナ・マク・ブライド、ディエクス、ベントリー、レディアンテ・ベラムのチャールズ・ケリー、トレース・アドキンス、ザ・ベラミー・ブラザーズなど、 家族や友人、550名の前で誓いを交わした。式の後、私は、親友と結婚したわ。笑いの絶えない家庭が楽しみ。と語った。ランバートとシェルトーンは、オクラホマ州ティショミン語に住んでいる。ランバートは、オキシゲンチャンネルの女性殺人者の話である、スナップットを見るのが好きだと語ったことがある。ちょっと怖いけどと呟いた。 夫が妻に何年も暴力を振るい続ける回を見たわ。ある日最終的に寝室で彼を撃って閉じ込めたまま2年放置するの。住所はカントリー通り233番地だった。彼女は撃たれることを覚悟していた。男が撃たれる部分はガンパオダーリードに反映したわ。彼女には責任があるかとの問いに彼女は笑った。 彼女は教えてくれたの。十年の暴力から解放される勇気をあなたがくれたのよ私は最大の惨事を与えられたは突然思い出したように、でも打ったらダメよそして、もしそうしたら私のせいにしないでねと付け加えた。ありがとうございます。